はいお疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、全裸の男が現れてですね、え急にえ停止している車の乗用車のね、乗ってる人に対して暴行を加えたり、まあ引きずり出したりしてるんですよ。まあ、それがすごくて、えー、この画像の通りなんですけど、もうね、衝撃的なんですよね。何やってんだって。 でまあ、この動画もあるんで、後で見ようかなと思うんですけど、ね、もうこんな感じで、ねまあ、あるんですよ。で、他にもいろいろ画像があって、こんな感じでね、えパトカーの上に乗ってるか、こ,れもここら辺の、ねあのー、お話も、ね、ちょっと説明していこうかなと思います。むちゃくちゃっすよね。はい ということで、まあも、なんか、ツイッター上ではかなりターミネーターが現れたんじゃねえのとか、ジョン・コナーじゃないのとか、まあ、なんかいろんなね、あの話が出てるんですけど、<laughs> すごい、あのもう記事にもなってるんで、そこら辺のね、お話を見ていこうかなと。 思いますあとですね、もう最近こういったね、なんか車に機械加えたりする事件がいっぱいあるんで、ちょこっとだけ他にも紹介しておこうかなと思います。えー、元つのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まずちょっとね、これ衝撃的すぎるんで、動画を先にちょっと見ちゃいましょうということです。はい、まあこんな感じでね、まあ、ほぼ、まあ、全部見,見ちゃいましょうか。こんな感じで近づいていくんですよ。ちょっとね、これね、動画上あんまりアップしすぎると、全裸っていうことで YouTube アウト じゃないかなって思うんで、うん、こんな感じで、ねえー、遠くから近づいていくんですよ。えー、で停止したと思ったら、もう,もうボッコボコっすよ。<laughs> いやいやちょ,ち,ょちょっと、で、もう完全にドア開けて、いやも,うえー、もうタコ殴り、ほんとタコ殴り、殴って殴って、えー、むちゃくちゃするんですよ。うん、いやいや、何これ もうちょっとね、あのー、ツッコミどころ多すぎて、わけわかんないんですけど、え、どういうことなの、まあ、とりあえずちょっとね、あのー、この動画に対してね、リツイートだけしとくんですけど、まあ、いいね、いいねって、いいねってこれを押していいのかな、まあ、ちょっといいね押して、で、ほんとねあの、ツイッター上ではほんと笑い話になってて、もうツッコミどころ多くて笑い話なんですけど、ただこれね、被害者の方はまあ、たまったもんじゃないですよね。うん。 いやー被害者の気持ちになると、ちょっと笑い事じゃない、そんな話になるんですけど、こんな感じでやられてたんですよ。で、そして、えー、他にもこういう画像が上がってるんですよね。まあ、これ、滝沢ガルスさんが、えー、上げてくれてるんですけど、うん、まあ、元ネタは他にあるんだと思うんですけどね、まあ、とりあえずモザイクかかって <laughs>、こんな感じでやってるんですよ。パトカーの上に乗ってるってどんな写真だよと。はい。えー、まあ、ちょっとリツインで。 といいねしとくんですけどこれ多分コラーなんじゃないかなと。コラージュしてる動画,あの画像じゃないのかなと思すあんまりちょっと浮いてるんでね。あのー、雰囲気が。まあ、多分コラージュだと思うんですけど、ただね、ちょっとパトカーも絡んでるみたいなんですよね。この話。うん。まあ、捕まったりするのに絡んでるとかじゃないんですよ。はい。で、えー、多くの人はね、えー、タミネタだって言ってるんですけど、元光のイメージね。えー、先ほどの、この、なんか、 追い,ぎ追いはぎっていうのかな、まあ、車から追い出したりしようとする感じ、グラセフなイメージだったんですよね。うんまあ、知ってる人だったらグラセフなんじゃないのとかっていうツッコミもあるんですけど、元々の率直なイメージはグラセフで、グラセフって何っていう方にね、えーまあ、ちょっと、えー、紹介するんですけど、グラセフっていう、なんか街で自由なことできる、まあ、犯罪とかも何でもできる、あのー、ゲームなんですけど、まあ、その映像をちょっとだけ、ねえー、拾ってきた映像があるんで見ましょう。はい こんな感じで、車に乗ってる人を引きずり出したりできる、<laughs> そんなことも自由にできるゲームなんですよ。うん。あ,あんまり倫理的に良くない部分はあるんですけど、あのー、このゲームをもとにさ、そっ 思いつきましたね、まあ、元々このゲームやったことはないんですけど動画とかで見たことあって、まあ、イメージ的には元々はこっちでしたねはいということでまあ余談はさておき、あのー、その記事をねちょっと見ていこうかなと思いますこちら NHK の記事なんですけど全、えー、裸のインドネシア国籍の男いやインドネシア国籍外国人だったんだってパトカー壊した容疑で逮捕茨城え <laughs> 場所にもなんかこう突っ込みどころありますよね。茨城すか <laughs> いやいやなんか令和納豆、うん、茨城といえばなんか令和納豆のイメージ強すぎて、しかも閉店しますって言った話が出たとこだったんでもしかしたらなんかそれと影響あんのとか思っちゃいますよね。まあ絶対関係ないですけど、はい。まあ絶対って言ったらなんかもしかしたらあったら困りますね。ということで、記事読んでいきますね。えー、26日朝、茨城県大洗 町で、えー、パトカーのボンネットなどを壊したとして、インドネシア国籍の男が逮捕されましたということで、この記事ね、ちょっとね、あのー、時系列でまとまってないんで、後でまた説明するんですけど、まあ、とりあえず読みますね。えパトトカーのボンネットなどを壊した <laughs> パトカーも壊してるんだ、この人、えー。やばいよ。で、直前には別の車に乗っていた人に暴行を加えるなどをしていたということで、警察が詳しい戦いきを調べていますということで、まあ、多分このね、えー、別の車っていうのが、今回、あの動画、先ほど紹介した話だと思うんですけど、26日午前7時過ぎ、まあ、本当早朝っすよね、で、茨城県大洗町の路上で、外国人が車を壊していると警察に通報がありました。 えまあ、これだけでも何それっていうね、話なんですけど、えー、警察官がパトカーで駆けつけたところ、全裸の男がパトカーの上に登って、踏みつけ、ボンネットなどを壊したということで、器物損壊の疑いで、その場で逮捕しましたということです。で、パトカー、さっきのね、この画像、えなんかコラージュの葉だと思うんですけど、これマジなのみたいな。この画像はどっちなんだろうね。 うん、まあでもでも <laughs> 言ってることは本当ボンネット壊したんだよね乗ってっていうのと一緒なんですけど多分この画像は嘘かもしれないですけど本当にねえ実際そういうことをやっちゃってると。 ということなんですよで逮捕されたのは自称鉾、えー、田市の、えー、農業手伝いでインドネシア国籍のデニー・ピエルソン・マカ・ガンサ容疑者39歳で調べに対し容疑を認めているということですという <laughs> まあまあまあいまろあんな証拠出てるし。 もう朝一から何やってんだで、直前には別の車に乗っていた人に近づいて、突然暴行を加えたり、車を、えー、壊したりしていたということで、警察が詳しい戦いきを調べていますと、うん、まあ、何回もちょっとね、この言葉がね、あのー、記事、なんかついきついきなのかな、まあ、ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、あのー、まず、あ、全部読みましょうか、えー、午前7時頃大洗町で撮影された映像ということで、先ほどのね、映像です、もうむちゃくちゃだからね。 <laughs> フルチンだからで。えっと、服を身につけていない全裸の男が交差点の前で停車した黒い軽乗用車に歩いて近づき、突然、運転席のドアの少し開いていたガラスの隙間から手を差し込んで車を揺らします。先ほど見ましたね。でさらに、運転席のドアが開くと乗っていた人に何度も暴行を加える様子が確認できます。本当にタコ殴りだから。いや、これ、なんかゲームの世界みたいな。 マジで、あのー、だいぶ前にあった煽り運転のあの事件みたいですよねで。撮影した人によりますと、男はこの前にも別のトレーラーを殴ったり蹴ったりしていたということですと。ということで、この軽乗用車より前にさらにトレーラーに対しても殴ったり蹴ったりしてた。え 何してんの、本当。で、えー、事件を目撃した男性らの話ということで、男がパトカーを壊し、えー、逮捕されるまでを目撃していた80代の男性は、午前8時ごろには、裸の男が自分の家の前を通り過ぎ、警察に止められるところを見た。男は止まっているパトカーに自分から向かっていき、蹴ったり、えー、バンパーを叩いたりしていたと話し,て話しましたということで、まあ、ここでね、えー、パトカーを壊したと。 で、えー、さらにその後2、3人の警察官に取り押さえられていた、えー、手には1メートル以上ある釣り竿のような棒を持っていた、体格のいい男だったと話してる、何持ってんだよ <laughs>。マジで未来人かなって思っちゃうぐらい、ちょっとう 行動が意味わかんないですよね。で、また同じ時間帯に黒い軽乗用車が被害に遭った現場近くに住む男性は午前7時半ごろ、外国語でものすごい勢いで争うような声が聞こえた。その後、すぐにパトカーの音が聞こえたと話していましたということです。多分このなんか口論,口論というか争うような声っていうのが、えー、先ほどのね、えー、軽乗用車との あれね、ちょっと遠くからの動画なんで、音は入ってないんですよ。なので、うんまあ、こういうふうに争っていた。そして、えーあとまあ、時系列でちょっと整理,整理するとですね、うん、まず最初に、えー、どこだっけ、ここか、えー、まずトレーラーを殴ったり蹴ったりしてた。うん、そして、えー、こちらですね軽乗用車と先ほどの動画の話が起こって、 でそしてパトカーのバンパーとか、うん、ボンネットとか、叩いたりしてたという感じなんですよ。もうむっちゃくちゃっすよね。いや、マジでさっきのグラセフなんですよ。グラセフ、明るい人からしたら、いや、グラセフの世界じゃん。マジ実写版じゃんって感じなんですけどね。はい。で、えー、まあ、途中、あのー、触れたんですけど、茨城県といえばねえ、令和納豆じゃんということで、地図見てみたんですよ。 うん、茨城県のね、えー、こちらになるんですけど、うん、ここ、大洗町ってここら辺なんですけど、えー、水戸がここなんですよ。はい、なので、あのー、距離からすると10キロもないんですよね。<laughs> マジで、えー、茨城県なんか問題多いね、どうしたのって感じなんですけど、すごい。あのー ある週、まあ、ツイッターでもちょっと、あのー、レオナットと関係あるんじゃねえのとかっていう話も上がってます。まあ、多分それはないでしょうけどね。<laughs> 近すぎるから、これ場所が。大洗町と、えー、水戸、まあ、ここら辺が、あの、レオナットの舞台ですよね。<laughs> うん。まあ、そんな感じで、えー、今回の話がありました。あのー、マジで、あの、この被害者の方は笑、笑い事ではないですけど、今、ツイッター上では本当、 なんかもう騒ぎになってる状態なんですね。もう騒然としてますよ。何言ってんだこいつって。うん、いろいろとえ突っ込まれてます。はい。で、まあこんな感じでね、えー、車への迷惑行為っていうのがね、最近ちょっとポンポンとニュースに上がってて、もうな,んなんでなんだろうなって。流行って 流行るって言葉使ったらちょっと怒られるかもしれないですけど、流行ってんじゃねえのって思ったんでね、ちょっと他のも取り上げようと思います。こちらの動画ですね、こんな感じで、この人はり運転をして、した人らしいんですけど、車から降りてきて、車のミラー壊す、サイドミラー。で、撮ったぞみたいな感じでね、今見ました。えー、こんな感じで、最後、撮ったぞみたいな感じのことをやってるんですよ、え。ー なんじゃこれおなんかまあコロナのせいなのかななんかストレス溜まってんのかなちょっとわかんないですけど、ちょっとね、おかしな動画がいっぱい上がってるんですよね。うん、ツイッター上とかで。まあ、リツイートいいねしときますけど、まあいいねすべきなのかなこれ。うんまあ、この人に罪はないからね、動画上げてる。で、他にもですね、あのー、こちら。こちらもうおり運転系なんですけど、はい。えーまあ、ちょっと音声流れないんですけど、ニュースの話ですね。 えー、こんな感じで、な車、なんだろうな、これ、なんの車か、えー、急に急ブレーキこんな感じで踏んだりだとか、あのー、その後、このまま、なんかつ、つきまとってくるらしいんですよ。<laughs> まあ、ほん純粋に煽り運転なんですけど、で、降りてきて、えー、お前、なんや、降りてこい、ビビってんのかとかって言うらしいんですよね。で、その時にあに、のー、車のうう天井とかを叩いたりしてるんですよ。<laughs> いや、 罰化されたんですよね、えー、もうその煽り運転だとか、うん。で、その宮崎のニュース、宮崎だったかな宮崎さんだったかなのニュースもあったと思うんですけど、ものすごいあおり運転して降りてきて人を殴ったりする話、もうあれとほぼ一緒じゃないですか。なんであれが相当やばいことになったのに、ね、えー、ニュースとかでね、取り上げられてやばいことになったのに、いまだに何でこんなことするんだろう。マジでわかんないよ。 サイドミラー壊したりだとか、うん、煽り運転するのも意味わかんないしどうしたの日本人コロナでちょっとおかしくなってるね本当、まあ、もちろんね元光もストレス溜まることはいっぱいありますけどこれはちょっとおかしいよそしてまあ日本人ではないですけどこんな感じでもう未来人かのようなわけのわからない事件まで起きてしまうということになっちゃいましたはいあちなみに先ほどねあのー、2つ 煽り運転の件っていうのは両方大阪なんですよね。まあそれもちょっとね、あのー、関西の人間からすると残念な話なんですけど、うん、これは茨城の話でしたね、メインの話は。ということで、まあ今回はね、えー、車にまつわるちょっとやばい話をね、あげましたけど、本当衝撃的っすよね。で、今の時代いろんなところで動画こうやって撮ったりだとか、ドライブレコーダー撮られてるんだから、本当ね、あのー、やばいことやったらすぐバレちゃうから、うん、こんなの頑張ったらナンバーとか、 あ分かっちゃうか。まあ、これは被害者の車ですけどね。うん。まあ、ということでえ、すぐバレるんだからやらないようにしましょう。あの、ストレス溜まってても。はい。ということで、ね、今回の動画は以上です。元道のチャンネルでは自陣に好けのことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、皆さんの意見もね、ぜひお待ちしてますので、コメント欄でお待ちしてます。元道のチャンネル、えー、まあ、さっき言ったね、えー、本日もご視聴ありがとうございました。